なってて、これ先週切った場所ね。でこういうふうに脇芽がこう伸びてきてんじゃん。でこの脇芽を元から摘んじゃったら、もう再生しなくなると思うんですよ。だからその切るときに、例えばこの辺からこうやって切れば、あのまたここから脇芽が伸びてくるけれども、ここの根元から切っちゃったらもう再生できなくなるじゃないですか。だからこうやってその伸びてきてる側枝のこういう部分を切ってね、あのここの脇芽が伸びる余地を残してここを切って、であの株元にこうやって敷いていけば、徐々に草が生える余地がなくなってくるんです。